東海から九州まで東西およそ700キロに及ぶ南海トラフ。そこでは陸側のプレートと呼ばれる岩盤の下に海側のプレートが沈み込んでいます。2つのプレートには固着域と呼ばれる強くくっつき合った部分があります。そのため海側のプレートに押し込まれて陸側のプレートが変形、特に固着域には地震の原動力となる歪みが溜まっていきます。この歪みが限界に達すると固着域が剥がれ陸側のプレートが跳ね上がります。これが巨大地震です。南海トラフでは固着域は太平洋沿岸の広大な範囲に及んでいると考えられています。この固着域が一気にずれ動くのが南海トラフの巨大地震です。最大マグニチュード 9.1 と想定されています。東海から九州にかけて広い範囲を襲う震度7の激震。東京も特に高層のビルやマンションは東日本大震災以上に大きく揺れます。地域によっては地震発生からわずか2分で津波が押し寄せます。名古屋にも最大5メートルの津波が。そして大阪にも。現代の日本が経験したことのない過酷な巨大災害です。切迫する南海トラフ巨大地震、国は被害を少しでも減らそうと新たな制度を導入しました。それが南海トラフ地震に関連する情報、臨時情報です。こちらは訓練で使われた気象庁の発表文です。南海トラフ地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっているといち早く伝えるものなんです。南海トラフ周辺の地震活動などを監視する気象庁。観測点に異常が発生しました。巨大地震につながる異常な現象が起きた場合、臨時情報を発表。大規模な地震が発生する可能性が普段より高まっていると伝えます。例えば震源域の片側でマグニチュード8クラスの地震が発生した場合、残りの領域でも巨大地震が発生する可能性が高まっていると伝えます。また震源域の一部でマグニチュード7クラスの一回り小さな地震が発生した場合にも、その後巨大地震が発生する可能性が高まっていると伝えます。事前に巨大地震の可能性を知らせることで、自治体や住民、企業などに備えを促し、被害を減らすことが目的です。今回番組では被害が想定される沿岸の自治体や住民に臨時情報が出されたらどう行動するか、大規模なアンケートを行い、専門家とともに分析をしました。その時私たちはどんな状況に直面するのか、シミュレーションドラマで描きます。舞台は静岡県沿岸のとある町。巨大地震が起きると数分で津波が押し寄せ、高さは10メートルを超えるとされる地域です。
子どもと高齢者のいる4人家族の場合、どのような状況に直面していくのでしょうか。サーリー、今日プールでしょ。はい。早くしないと遅れるわよ。全国で記録的な猛暑が続く日本ですが、この猛烈な、おばあちゃんおはよう。あ、おはよう。サリー、パパあさって帰ってくるって。やった。その時、サリー、南海トラフの震源域の一部でマグニチュード 7.1 の地震が起きました。午前7時18分ごろ、三重県と和歌山県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。もう大丈夫ですよ。震源地は三重県南東。大きな被害もなく、ほっとする家族。しかし、その頃気象庁では、今回の地震は南海トラフの想定震源域の一部で発生しています。専門家が集まって、この地震が今後巨大地震につながる可能性を議論していました。今回の地震が前震である可能性はありますか。東日本大震災の例もありますからね。否定はできないでしょう。地震の2時間後、気象庁は臨時情報を発表します。気象庁は南海トラフ地震に関連する情報を臨時に発表しました。テレビやラジオが一斉に伝えます。普段より高まっているとしています。今朝の三重県、しかし自治体には具体的な対応は指示されず、判断が委ねられます。住民に事前の避難を促すか、巨大地震がいつ起きるかわからない中で決断を迫られるのです。県内西側沿岸部の市町村はもう避難勧告を出したそうです。避難勧告か。アンケートでは、避難勧告などを出すことをすでに検討しているという自治体が 23%、 今後検討する必要があるという自治体が 66% でした。住民も判断を迫られます。ちょっとそれ見た？避難勧告ですって。大きな地震が起きる可能性があるとかテレビで言ってたけど、まあ、でもまだ起きると決まったわけじゃないんでしょ。今から避難しなくてもね。うちは年寄りもいるしな。一応避難しておこうかな。アンケートでは、臨時情報が出た段階で避難するか住民の判断は分かれました。しかし、避難勧告が出た場合には避難すると答えた人は8割に上りました。この家族も子供と高齢者がいるため、事前避難を決めます。今公民館に避難してるとこ。え、避難してるのか。うん、臨時情報によって東京など大都市にも不安が広がります。駅前で大量のカラスも騒いでる。あ、これ見て、地震雲だって。でかい。やばくね。地震雲。不確かな情報も飛び交い、混乱が生じます。お米もうないですかね。もうあそこにあるだけなんです。スーパーには食料などを買い込む人が殺到、物不足が発生する可能性があるのです。東日本大震災の直後、首都圏でも物不足が相次ぎました。臨時情報が出た場合、巨大地震が起きる前からすでに同じような事態に陥る可能性が見えてきました。水や食料を追加で購入すると答えた人が8割を超えたのです。さらに沿岸部では車で避難する人が殺到し、ガソリンが不足、事前避難が難しくなる恐れもあります。
臨時情報の発表から3日後。今度は事前避難の長期化という問題に直面していきます。母さん、はい、これ今日のお昼ご飯。サリー、お昼ご飯だよ、はい。巨大地震が起きるかわからない中、避難を続けることへの迷いが生じ始めます。お父さん、本当に大きい地震なんて来るの？どうかな。ねえ、会社休んでて大丈夫なの？うちの会社はもう通常通りやってる。だからまああと休めて数日かな。一度出された臨時情報、解除の判断は容易ではありません。いつごろ解除できそうですか？せめて危険性が低くなってるとは言えませんか？それじゃあ安全宣言を出すようなもんですよ。申し訳ありません。自治体でもまだ正式に公表していません。避難勧告がいつまで続くかまだ分かりません。食料の在庫、住民への避難勧告を解除する目処は立ちません。よろしくお願いいたします。いつまで事前避難を続けられるのか、住民アンケートでは最長3日と答えた人が最も多くなりました。自宅もそろそろ戻ります。学校も始まりますしね。一部の人が津波の危険のある沿岸の自宅に戻り始めます。うちも一回帰ろっか。でも地震が来たらどうすんの？私はうちがいいよ、やっぱり。うん、やっぱり帰ろう。何かあったらすぐ避難するつもりでさ。この家族も自宅に戻ろうとしたその時、南海トラフで巨大地震が発生。家族の自宅も飲み込んでいきます。巨大地震の危険性を事前に伝える臨時情報、正しく生かすにはどうすればよいのでしょうか。臨時情報が出て地震が起きる前どう行動するかというのも考えるべきことがたくさんありそうですね。そうですね、これまでと違った、全く違った対策の仕方が今出てきたわけですね。少し工夫をすれば、被害を減らす努力は、比較的簡単にできるんですね。ですから臨時情報が出た時にどんな対応をすべきかということをあらかじめ考えておくということが非常に大切だということが分かりましたね。この臨時情報は沿岸部の方だけに関係するものではありません。これは最悪の場合に想定される震度分布です。東日本大震災の場合よりもですね、震源地が非常に陸にかぶっていますから、はい、その震度7 の、 領域も、広範囲に及ぶわけですよ。建物が倒壊する危険性も、高くて、それによって8万人もの、犠牲者が出ると予想されています。建物が倒壊しそこから火が出ることによって炎焼火災を起こして、それによって1万人ということで、なんと、
10万人弱の人が津波以外の理由でお亡くなりになるということが予想されています。具体的にはどんな対策を？家を直すというのはなかなか難しいですけれども、一番簡単なことはですね、家具の転倒防止ですね。それからもう一つは、いざ火災が生じてもすぐに消せるような消火器の準備とかということができますね。あとはどこか外出した場合にでもですね、そこでの避難度の確認であるとか、そういうことは普段以上にやっぱり気をつけて行うというふうに言いたいですね。